はい、今ちょっとしばらく歩いたら、ここから見たら台に見えますね。あ、東さん、台に見えるやん、ほら。ここからやったら台に見えます。今、白川の製のパン屋さんで食いました。めっちゃうまいっす。めちゃくちゃうまかったですね、ここのパン屋。この老舗のパン屋で、僕はこのスパイシーチーズを、もちろんスパイシーチーズを食べたんですけど、びっくりしましたね。こういううまさもあるんだなっていう。あ、これですね。これと食パン、小食パンとスパイシーチーズあるやん。そう、俺がうまいって言ったから買ったやつ。めっちゃ美味しい。このチーズがジューシーで美味しいです。ぜひ下山後にとお土産にも。アンドーナスも、アンドーナスも買った。めっちゃ買ってるやんっていうことです。なかなか来られへんからね。だいぶなんか焼いてるって感じでさ、っていうところね。 今からね、はい、美味しそうな店が多いね、ほんま。ほんまですね。焼きそばの口、あ、ここネーミングいいやん。焼きそばの口っていうネーミング、確かに、ネーミングいいね。いろいろ幸から美味しそうな店があります。山、これ吉田山やからか。吉田神社か。だからこれ兄弟吉田キャンバス。あ、なるほど。兄弟や、兄弟出身、ここ出身なんよとか言って言ったら、ここでもかっこいいやん。そうなんですよ、ここ出身なんですよ。何やそれ言われても、お前アホや、アホ丸出しやん。会話会話めっちゃアホ丸出しやん。経歴三者もって言われるやん。アホが会話すげえアホ丸出しやん。どこ賢く見えんねん、今の会話で。経歴詐称ね。あ、吉田チキン。あ、そう。あ、女子。さっきから女子パン屋ばっかやん。パン屋多いな、ほんま、さっきから。うん。若い子多いやん、めっちゃ。保健生頑張るやん。ここなんか行ってみたいんですけど、まだ行けてない。行けてない。なるほど。でもやっぱ雰囲気あるな。まあ、兄弟もあるし。パン屋で言っても新進堂のパン屋さん。もう、なんか夜は水橋歩けようと思って。ああ、知ってる。うん。の中に出てくるとこなんですよ。はい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 。私、読もうとして挫折した。あれでもさ、兄弟出身の作者じゃなかった。そう。だからだ。だからだ。あ、森見とみ彦か。私、他にも何か読んだの。森見とみ彦。あっち出町柳。でも7分、こう行くか、こう行くか。あ、こっち行くか。人多いやん、こっち、うん、人多いな。あ、オムライスめっちゃ美味しそう。ここ全部美味しそうやな、ほんま。あ、弁当800円するわ。あ、弁当900円するの。これだけだよ。オムライスだけで。おいしくないです。この感じだったら安い。お菓子飲んで600円のめっちゃいいね。安いやん。いいやん、これ。持って帰れない。いいね。募集してて、俺いつも探してるみたいな感じ。一つ600円。これがアンテナショップ。アンテナショップ。まだまだ大半は取れるでしょ。ハンバーグ900円。美味しそう。ここで食ってもええ勢いやね、ほんまな。猫いかずに。猫激安やからな。めっちゃ気になるものってもうそんな気になる。安いよ、物価ちゃうで。はい、出町柳に着きました。ここからね、京阪で一本で京橋に向かいます。結構ね、始発なんでがっつり座れそうですね。寝れるな、寝れるな、ニヨニヨ。